やあ、せつのけいすけだよ。アイスの精神裁判。今回は、これ、第4章、自社猫ってところから始まります。第4章、自社猫。いや、ちょっとサブタイトルに自社猫出てきとうもんな。絶対自社猫何かやらかすぞ、これ。嫌だな。嫌だな、自社猫。裏切るんじゃないかっていう疑惑がある状態で、この第4章、自社猫ってタイトル、嫌だな。恐ろしいな。来たー、裁判所じゃ。イカレ帽子屋とアリスちゃんが正面で立ち会っとる感じになってる。被告人、前。赤の王様の声が響き渡る。神崎アリスさんですね。はい。これより被告人神崎アリスの精神裁判を開演します。カーン。赤の王様が振り下ろす小槌の音が鳴り響く。ここで私が無罪だと立証できなければどんなことになるんだろう。処刑ってダメ。不安なことばかりかけてじゃ、しっかり説明できれば問題ないはず。そうじゃ、ヒントあった。やだー、ドイカレー帽子屋ケンジ。こいつな、なんか適当にやっとるようでさ、結構鋭いやつなんよ。強敵やぞ、強敵。みんな、コメントの力でこいつをぶっ潰してやろうぜ、お前。こいつが生きていることをさ、恥ずかしく思うぐらいにぶっ潰してやろうぞ、お前。論破してな。さて、被告人、神崎アリス、あなたは被害者の白ウサギとかねてより深い関わりがあった。そして、被害者が死亡したと思われる。16時10分から18時20分までのアリバイがない。よって白ウサギを殺害した可能性が極めて高い。以上の理由から今ここに被告人として立っています。うん、よろしいかな。不本意ですが大変結構。16時10分から18時20分までの間、被告人アリス、君は一体と、うわースーパーチャットまた来た。ちょっと、仕事しすぎですね。ちょっと、あなた仕事しすぎですね。ちょっと、ありがとうございます。600円。600円だよ。ちょっと、奮発したぜ。お小遣い大丈夫？事件当時、私は、あ？教室で寝ていたっていうのが本当よな。けどさ、アリバイ証明するためには図書室にいたって言った方が正しいんだろうけど、正直に言うかこれ。正直に言った方がいいんかこれ。教室で寝ていたって。漠然と。え？これ、若干ねじ巻きで、今確かに図書室おったけど、みたいな。どっちだこれ。正直に言うとくか。教室で寝ていました。怪しいな。で、言ったはいいけどさ、こう聞いたらさ、はぁってなるかな、聞いとけば。ほぉ？居眠りしていたんです。ほぉ？それはもう、快眠でした。そんな、堂々と言うことじゃないぞ、アイスちゃんも。ほぉ？周りの音も聞こえないくらい、よく寝ていたんです。ほぉ？夢も見ないほど、熟睡だったんです。BGM 止まったよ。ゲーム側が呆れ返って BGM 止めたよ。それだけかな？目は覚めたかい？すいません。もう一度やり直させてください。ミス！よし。これでちょっとさ、周りの雰囲気をほぐらす、ちゃうな。周りの緊張感をね、解いてね。うん。これで、いち早く。よし、じゃあ、図書室行くよ。図書室に言いました。アリバイがあるんだ、アリバイが。ほう。私は図書委員です。ここに図書委員の日誌があります。授業後、私は図書委員の仕事にちゃんと出ています。大丈夫。ちゃんと証明できる。なるほど。当日、君は図書委員だったと。はい。図書委員日誌のこのページを見てください。昼休みと放課後、丸印がしてあります。
これは私が授業後の16時以降放課後に図書室にいた証拠になります。よし、これでもう私は犯人じゃなくなるはず。あー、ちょっとそれはフラグだな。前回のパートでも俺言ったけどさ、イカレ帽子やケンジはね、結構鋭い人間やけんさ、ちょっと前回のパートで俺が言ったことをさ、ついてくるんじゃないかなって俺予想しとんよな。大丈夫かな。さて、これは手術的に丸がつけてあるのも、果たして本当に証拠になるのだろうか。そこからかよ。そこから？もうそこから？チェシャ猫が嘘ついてると。でも、あ、でも、ちょっと怪しいからな、あいつ。救世主とか言いながらも、いや、怪しいからな、あいつ。は？君が後からつけた印かもしれないということだよ。な！おや？反論できるかい？バカなことを言わないでください。反論も何も、ちゃんとここにサインしているじゃないですか。君こそバカなことを言ってはいけない。殺人犯がアリバイ工作するなんて当たり前なんだよ。まあそりゃそうなんやけどさ。なんだそのフライングゲットみたいな、フライングゲットみたいなそのポーズ、なんだのお前、金太郎かお前は。やはりここは物で証明してもらおう。君が本当に放課後に図書委員として図書室に来たという証拠を。そんなんあるの？あったっけそんな。印刷した図書の貸し出し履歴、生徒手帳ってどんなん書いたの。まずまずこれ中学校なんじゃ。あ、これ中学校だったんじゃこれ。高校じゃなくて中学校だったんじゃこれ。アホな中学生が今度裁判にかけられて。はあ、これはさっき出たけん違う。え、あるこれ。スピアキーは前回のやつやけん関係ないな。図書室に来た証拠って言ったら、え？もしかしてここでチシャ猫出てくるの？もしかして。ここでチシャ猫出てくるの？これもしかして。証人おるんぞ、証人。どうやってやるんこれ。こうか。これが、私が、君が、図書室に、いたという証拠です。お前らめっちゃ息合っとんねんが。なんだって？なんだって？だからアリバ聞こえないな。なんだって？あ、違うんだ。あ、これ読みたら詳細あるで、これめっちゃいろいろ本のこと書かれとんな。あ、こんなんもあるんで、こういうのちゃんと見てなかったな。え、貸し出しのやつなんか書いとう。ん？あー！ちょっと待って、利用者？ちょっと待って。生徒手帳で番号を見て、300-20305。300-20305、300ないよ、これ。あー、これか！ログイン ID！ 16時52分！事件、え？アリバイ、これアリバイですね。会社切り歴、どうやるこれ、これやん、よっしゃ。これは、これ、細かく見なあかんの？これ。このゲーム、ここまで細かく見なあかんの？ただ手に入れただけじゃなくて、細かく見なあかんの、このゲーム。そうか。そういうゲームだったんじゃ。そういうゲームってことをさ、早めに知っておくべきだったんじゃ。図書の貸し出し履歴です。ふむ、このベラベラ1枚の紙がどうやって君のアリバイを立証してくれるんだい？具体的な部分を締めてもらおうか。これやな。よし。ログイン ID を見てください。生徒手帳に記載されている私の ID です。学校のパソコンは、生徒手帳に記載されている ID と個人のパスワードがなければログインできないようになっています。この通り私は事件当時図書室のパソコンにログインしています。よし、これで完璧なはず。いや、さすがにイカレ屋の野郎でもな、さすがにイカレ帽子屋の野郎でもな、ログインの方のやつハッキングしてどうにかしたみたいな感じのことを言わんだろう。
ふむ、16時52分にログイン。なるほど。16時から16時52分前の間のおよそ1時間、一体どこで何をしていたのかな。そう、その時はもう図書室に来ていて、E の仕事をしていました。多分、と続けてしまいそうになるのを慌てて飲み込んだ。ダメだ、勢いでここまで来てしまったけど、悪い方に誘導されていたのかもしれない。チェシャニコにもっとちゃんと聞いておけばよかった。これじゃあ墓穴を掘ったのと同じことに。ここで一人、検事側で商人を招待したのですが、阿賀野をよろしいですか。やばい、イカレ帽子屋に仲間がおったらしいわ。認めます、商人をここへ。ん？商人？一体何を証人すると証言するというのだろう。あれ、こいつ誰？こいつってあれ、廊下ですれ違って双子片方か。これ眠りネズミ。え、帽子取ったらこんな感じになるん？商人、名前と所属を。は、はい、2年2組眠りネズミと言います。結構、眠りネズミくん、君は事件当時どこにいたのかな。図書室です。と、図書室？なるほどなるほど。さて、なんとなく予想はつくかな。いませんでしたって勇気かこいつ。嫌な予感に冷や汗が浮かぶ。眠りネズミ商人、図書室であなたが見たことを話してもらおうか。は、はい。16時頃に修例が終わってすぐ図書室に来て、カウンターで本の返却手続きをしてもらいました。その時カウンターにいた図書員は一人でした。そして1時間ほど勉強のために図書室で過ごして、また本を借りるためにカウンターへ行きました。その時も図書員は一人でした。ちょっと、ふむふむ、確かに一人だったと。はい、一人でした。図書当番は二人でやっていることが多いので、今日は一人なんだなと思ったので間違いありません。さてと、眠りネズミ商人、あなたがカウンターで見た図書委員というのはそこの長い髪の学生だったかな。いいえ、もっと髪の短い人でした。ちょっと待ってください。そんなの、少し席を外しただけかもしれないじゃないですか。私は反論したが、自分の言うことに確信が持てず、発言はシースボブになった。何せ私にはその時の記憶がないのだ。これどこで自社猫出てくるんだろう。商人、被告人の発言についてはいかがかな。僕が勉強していた机はカウンターの近くでした。勉強に集中していたので、ずっとカウンターに集中していたわけではありませんが、それでも顔を上げた時にカウンターに委員が2人いたということはありませんでした。赤の王様に誓って。はい、赤の王様に誓って。眠りネズミに嘘をついている様子はない。私は図書室で委員の仕事をしていたんじゃなかったの。チェシャニコが嘘をついている、私を騙した。さて被告人アリス君、君が図書委員で授業後、図書室に訪れたのは認めよう。ただし、16時から17時の間、どこに何をしていたのか証明できなければ、君は判決を持たずして処刑されることになるだろうね。なんか証拠はあるんか？ここがチェシャネコ？ここでチェシャネコが出てくるとこか？さて、もう一度と、君は16時から16時52分までの間、一体どこにいたのかな？決定的な証拠が提示できない。ここから逃げることはできない。もう処刑まで秒読みかと身を縮ませたが、ガタッという音がして、私は頭を上げた。どうした？来たー来たー来たー。重要なことなので3回叫んでおきました。自然の先には手を上げて起立しているチェシャ猫の姿があった。今にもババチョップを食らわせようとしている。傍聴に何か。そうだった、しゃべれんキャラだったな。
被告人神崎アリスのべ喋れてるやー喋れてるやー会場にどよめきが走る。私は驚いて固まってしまった。ジェシャニコが私の弁護それ以前に喋ったみたいじゃないやな今の筆談おや新しい弁護士か。これは面白くなってきたね。ジェシャニコ赤の王いかがでしょうか。赤の王様は一瞬考えた様子だが私に向かって尋ねた。被告人アリス、あなたはこの者の弁護を求めますか。もちろん。来たー救世主と思ったが一瞬ハートの女王様の中違いという言葉が頭をよぎった。果たして私はジェシャニコに弁護を頼むべきなんだろうか。本当の友達かもわからないのに。何これ、ここに来てな信用できないフラグが立っちゃった。もしかしたらジェシャニコは嘘をついてるかもしれないのに。何も知らない私はむやみに人を助けて求めても大丈夫なのだろうか。私はジェシャニコに、そこに俺が選択肢、なんでよそこを俺が決めなあかんの。アリスちゃんが決めればええやん。けどさ、ぶっちゃけた話怪しいと思ってもさ、ジェシャニコ以外に商人おらんし、ぶっちゃけ求る証拠でぶっちゃけ求る証拠でさ、それ以外のな証拠、巻き返し方なんか思いつかんし、弁護を頼むしかない。てかコメントでもさ、弁護を頼んどきっていうコメント来とうもんな。すでによっしゃ頼む。ジェシャニコに弁護をお願いしたいです。一人だった私にジェシャニコは手を差し伸べてくれた。まだわからないことだらけだけど、私はジェシャニコを信じたい。わかりました。そこの者、種族と名前を。2年1組ジェシャニコ。よろしい。ジェシャニコは被告人神崎アリスの弁護をすることを認めます。来たタッグバトルじゃこら、イカレ帽子屋の野郎。ジェシャネコは弁護人として法廷に立った。では弁護人ジェシャネコ、あなたは被告人アリスが16時10分から17時まで犯行は不可能だったという不可能だったとどう証言するおつもりかな。さあどういう証拠を出してくれるんだろう、チェシャニコ。私は、すがる思いで、チェシャニコを見た。お願い。すごい祈り方している。どっかの宗教の人みたいだ。アリスは私と図書室にいました。あ、喋れるわけじゃないんだよ。よう見たら、ちゃんとノートに書いてず見せて喋るよう感じになっとるんや。それだけかな。残念だけど被告人の親族や親しい人物の証言はあまり信用されないのだよ。弁護人チェシャニコ君、被告人をかばっている可能性があるからね。調査済みだよ。君と被告人アイス君は親しかったようだ。その通りだ。そんな証言だけではこのねじっこいイカれた帽子屋検事は私を無罪扱いにはしないだろう。イカれ帽子屋検事じゃなくてドイカれ帽子屋検事やけんなこれ。ジェシャニコはそこで私に手を差し出した。ん？だとお前、お手しろって言うのか、私に服従しろって言うのか、それは。そんなことを誰がする。わあ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 、お手。いきなり手を差し出されて戸惑っていると、さらに私の持ち物と指さす。持ち物？え？図書院当番表？そんなのあった？そんなのあった？あったな。てかそれがあれか、手帳、証拠としてなっとるあれの、これがそうだったっけ？覚えてないな。そういう細かい部分は覚えてないけどな。ジェシャニコはうなずき、私から図書委員日誌を受け取った。あ、そうだったわ。どれどれ？5月14日の担当欄を開き、そこのコメントを指差し付け加えた。なんだかいと思うね。いたずらがありましたが、解決済みです。書いとったな、そういや。なんかちょっと俺も前回のパートで見たんやけどさ、あんまり重要じゃなさそうやなと思いながらスルーしたよな、これ。いたずら、いたずら？え、まさかあのハテナの頭つくしんぼ生やしたやつがそうなんかな。あったっけ？この日の授業後、何者かによって本棚の並び順がめちゃくちゃにされました。
え、そうだったっけ全然覚えてません。なぜかって、一週間前の出来事だからね。俺としてはアリスはそれを直してくれていたんです。そうなんじゃ。チェサネコの指差したコメント欄には、いたずらがありましたが解決済みですと書かれていた。ふむ、なるほど。つまり被告人アリス君は本棚の整理をしていてカウンターにはいなかったと。だから商人の眠りネズミ君はアリス被告人をタイミング悪く見ていなかったと、そう言いたいのかな。そうです。途中で私とカウンターを交代しました。それが16時52分です。めっちゃ細かく覚えるやんお前。なるほど。しかしいたずらされたという事実を証明するものは。おい、どうしたお前、チェシャネコないのか。あんだけ押しといて、いたずら押しといてないのかお前。唐突にいたずらと言われてもね、偽証という可能性だって十分にあるんだ。それは俺も同意だわ。ない、喋らない。いやでもさ、普通に考えてさ、いたずらの処理をさ、でこういう裁判で使うとは思うけど、そんな証拠なんか残しとくわね、ないやん。察して、そんなの、そんなの一体どうやって証明しろって言うの。その通りである。ないのかな、被告人神崎アリス。それは事件当時いたずらがあったと。え、証明するようなもんあった。本の並び順だろ。一旦ちょっと証明できるでさ、選んでおいて提示しろって言われたろ。あ、ちょっと思い出してみよう。ちょっとこいつ誰、ネミネムズやこいつはあれやな、相手側の人間やな。白ウサギがあって、これはもう多分何でもないんだろうけどな。あ、しおり？しおり関係あるかこれ順番ってしおり関係あるんこれ。まあこれが怪しいと思いながらも、使ってないけん怪しいと思いながらもさ、どういう使い方にするか全然理解できんけんさまあ視聴者のコメントではあるけんさ、ちょっとどういうことなんかちょっと見させてもらおうこれ。どうにでもなら言っちゃったアリスちゃんですらどうにでもなら言っちゃったよ私は半分やけくそになって証拠品を突きつけた。これです。これは、いや理解できんわ、親って理解できんわお前なんでこれさ唐突に、だってさ本開いて唐突にこれがあったけん、これ持っていこうってならんだろ普通。そりゃならんわ。なんでアリスちゃんあの時持っていたかもすらちょっと俺理解不能なのにさ、この絵の理由意味なんかもわからんし。先ほど図書室で本と本の間に挟まれているのを見つけました。何で読むこれ？紙面、表面か？紙面か。紙面には5話のカラスの絵が描かれています。これが証拠に。そりゃ黙るわだ。なんでこれでさ、証拠になるんだって話で、チェシャニコやってて。え？アリス何言ってんのみたいな感じにも思ったんだろうなこれ。なりませんかやっぱり。ちょっとイカレ帽子や、いきなり黙られてもさ、ちょっと、え、でも待てよみたいな感じになっとるやんお前。え、何なん、何を考えてるん。どうしたチェシャニコ、何かを悟ったような顔をするのやめて。なりませんよね。いえ、ついに聞こえ、そのもっとよく考ええへへへ、どうしたお前お前どうしたお前、情緒不安定になったかお前裁判前に飲んだ薬なんか変なもん持ち取ったかお前。ええ、突然イカレ帽子や検事が笑い出した。本当にイカレ出した。いやいや愉快、いきなり笑い出させても何が何だかさっぱりわからない。私が助けを求めてチェチャニコを見ると、お前はマイペースか無表情のままやな。なんとも微妙な顔をしていた。
一体何が？人きしり笑った帽子では涙を拭きながら言った。君は何も我慢もせずにその素敵なしおりを証拠として提示したのかい？そんなわけじゃないですか。ふーん、ならこのメモの意味がわかるのかい？ゲー！さあ答えてごらんよ。これは何なんだい？このメモの意味は？え？犯行予告、忘れ物、ダジャレ、メモ。え、ダジャレか、もしかして笑ったって。笑ったって言うたけん、ダジャレな。ちょっと待って。ちょっともう一回さっきの、おい、さっきのしおりを、そういう、もう一度見させろ。5話、カラス5話、5話。え、第5巻に、第5巻に5話の、5話のカラス？え？そういうこと？でもさ、笑ったってことはダジャレなんじゃない？おや、わかっていたのか？あ、やっぱり？怪しいな。ね？まあいい。なるほど。いたずらがあったと考えて良さそうだ。チェシャニコもうなずく。いたずらの犯人のダジャレだね、これは。ダジャレ？さて、英語の授業だ、アイス君。クロー。ご苦労様？ご苦労様。そういうことか。そうか、様ってあったん、そういうことだったんじゃ。5話のカラスクローって言うけんな。そうか。で、5話のクロー、ご苦労で最後に様ってつけて、ご苦労様か。ふざけんなよ、お前。こっちは真面目にしてんだよ。処刑されるかされないかっていう、そういう土壇場で戦ってんだよ。ふざけてんじゃねえよ。突き出したのはアリスちゃんだけど。クロー。これやな。チキン、スワン、イーグル、クロー、クローです。クロー。クロー。発音これだ、どうかな。英語の勉強はしっかりやっているみたいだね。感心、感心。正解したのにバカにされた気がする。私はチェシャネコを見た。チェシャネコは5話のクラスの下に、こう書いたものをアイスに見せた。なるほど。そういう意味だったんじゃ。いやさ、いやだってさ、普通さ、アリスちゃんやって、アリスちゃんやってさ、人がさ、せっかく本に挟んだしおりをさ、パッと取っていく？常識的に考えたら取っていかないわ。常識に考えたら取っていかないわ。そんな気候に走ってアリスちゃんどうなってんの？なんか結果オーライになってるけどどうなってんのって感じやわ。本の順番をめちゃくちゃにされた後、処理をした私とチェシャネコへの皮肉だったのだ。わざわざご苦労様と。いやー、笑った笑った。まあこのしおりも共犯で仕込んだものと考えられなくもない。証拠のいいほど力のあるものではないだろう。が、被告人と弁護人の顔を見るに、どうやら仕込みではなさそうだ。当たり前です。全く誰がこんなことを。愉快愉快。こんなに愉快な気持ちになったのは狂ってお茶会以来だな。は？いや、失敬、何でもない。こちらで被告人をいじめるのは止めておこうか。その素敵なメッセージ免じてね。はあ。あ、こいつ誰かに依頼して殺してもらおうか。それでは赤の王よ、私はもうすっかり満足してしまったよ。王の判決よ。そんな理由で判決してしまっていいのだろうか。さすがに赤の王様に怒られるんじゃないかな。そう思って赤の王様を見上げると、よろしい、お前笑ってんじゃねえかお前。意外とダジャレツボにはまったんお前。今絶対赤の王様も笑ってたな。被告人神崎アリスの判定を言い渡します。無罪です。来たー！よっしゃ、第2審無罪ぜ、お前。やってやったぞ、こら。その言葉を聞いた瞬間、どっと疲れて崩れ落ちるか、と思ったところで、チェシャニコに支えられた。わー、めっちゃ笑顔。ヘラリと私が笑うと、チェシャニコはニコリと笑い返してくれた。頑張ったね、と言うように。ああ。ごめんな、チェシャニコ。前回のパートで怪しいなって最後の方ちょっと思っちゃったもん。なんかごめんな。
喧嘩って何だったんだろう。こんな笑顔をされてさ、本当に昨日喧嘩したんだろうかって感じじゃん。結構しょうもないことで喧嘩したんかな。目玉焼きに醤油とソースどっちかけるっていうちょっと分かれたんかな。ちなみに俺醤油派。さて、これでこの精神裁判が終わるか続くか君次第だよ、神崎アリス。いや、終わったやん。無罪やん、俺。私無罪やん。無罪って言うだよ、あいつ。あいつって言っちゃった。赤の王様。イカレボイジャーケンジがにやりと笑う。一体どういうことかと思ったが、私は使いからか安堵からか、そのまま視界が真っ暗になってしまった。ダメだ、まだこんなところで終わっちゃダメだ。そこはどうやら保健室のようだった。白衣を着た優しそうな女性がパイプ椅子に座っている。その前には女の子がいた。誰？小学3、4年くらいだろうか。白衣の女性が優しく女の子に問いかける。何か知ってることがあれば話してほしいの。何かないかな？わかりません。あなたはあの子がを外しているのを見たことある？何度もあります。そう、例えば肌に変な傷とか青くなってたり赤くなっていたり、そういうところはあったかしら？ありませんでした。それならよかった。あの子はあなたに相談とかしていないかな？相談されたことはないです。一緒にいると楽しいからよく遊んでるだけです。もし何かあったら先生に相談します。相談します。そう、そうね。ごめんなさいね、いろいろ質問しちゃって。先生、私公園で約束してるからそろそろ行ってもいいですか？公園？ただ公園でも女の子出てきたな、前回のパートナー。え、その時の？その時の女の子？ええ、いいですよ。遅くなる前に家に帰るんですよ。はい、先生、さようなら。女の子からは白衣の女性への大人への拒絶を感じる。あの子はもしかして。わあ、また教室に戻ってる。アリスさん、ちょいちょい教室に戻ってね、始めようよ。まあそんだけ自分の机の上が寝心地いいのか。お前普段家でどんなとこで寝てんだ。お前は精神裁判が始まる前の時と同じように自分の席でうつ伏せになった状態から目を覚ました。教壇にチェシャ猫がいる。やっぱり目覚めたんだね。どういうことだお前は。お、起こしてくれてよかったのに。寝顔なんて恥ずかしいじゃない。慌ててよだれが絶えていないか確認した。大丈夫だったみたい。あなたが目覚めるかどうかは私が決めることではないから。え？目覚めるかどうかって、今の睡眠とはまた別の何かがあるんか？え？私はその言葉に引っかかったが、何のことか聞く前にチェシャニコは続けた。アリスは無実を証明して判決を書き取った。本当によかった。そうだ、いろいろとあったが、私は白ウサギを殺していない。それを証明できた。これで犯人扱いじゃなくなったんだ。無罪なんだ。うん、私が無罪を書き取ったんじゃないよ。全部チェシャ猫のおかげ。そうなんよな。ほんとごめんな、前回のパート疑ったりして。今度なんか怒ってあげるよ。そうだな、ポケットティッシュ10個くらい奢ってあげるよ。チェシャ猫がいてくれなかったら私処刑されてたかもしれないもの。これで私は無実なんだよね。ありがとう、チェシャ猫。あれ？てっきり一緒にもっと喜んでもらえるかと思ったのだが、チェシャ猫は真剣な顔をして私を見つめてきた。
チェシャ猫？本当に？え？リアリー？